はい、ネギシコです。おはようございます。ということでね、じゃん、夜桜綺麗だね。もうこれは満開、何咲きっていうんだ。ということで、ここが群馬県高崎市の柳川町になります。まあね、群馬県高崎市っていうのはキャバクラ街がねあるわけですよ。まあバルテンとかがある中央銀座っていうアーケード通りっていうところと、その一本反対側の柳川町っていう通りがあるんだけど、まあ、この柳川町って通りは結構どっちかって言ったらスナックとかそういうお店が多い印象かなと。でさ、前に撮ってたじゃんか、俺が1店舗ごとにさ、ここにお店を出した経緯だったりとか、まあ、お店を出した時のエピソードだったりとかっていう動画をね、まあ、何本か撮ったんですよ。まあ、1店舗目が本庄の XOXO っていうガールズバーから始まり、2店舗目が伊勢崎のラフテル、3店舗目に高崎初進出のセントポプラで、4軒目に高崎駅前のダブルセブン、5軒目に高崎のキャバクラバルテンで、6軒目に高崎のラウンジネギックで、次が7軒目かなに出したお店が、まあ、今は違うんだけどね、ラウンジでエピックっていうラウンジをオープンしたんですよね。それがこの高崎の柳川町の通り、まあ、今向かってるところなんだけども、まあ、今はね名前が変わってます。リニューアルして全部、あ、おはようございますこんばんはということでね、今の方はあれですわ、高崎の俺がたまに行くバーのマスターですね。ということで、そうそうそう、なんだっけ、どこまで行ったっけか、そうそうそう、ラウンジエピックっていう名前でオープンしましたと。まあそれが7軒目ですね。まあ大きさで言うとね、坪18坪ぐらいの本当に小箱のお店のね、大きいボックス席も7席ぐらいあって、まあ簡単に言うとラウンジって言ってるけど、まあ若い女の子がいて綺麗な作りでやってるスナックみたいな感じでしたかね。ということで、まあね、そこはね、なんでお店を閉めることになってしまったのかとか、まあどういうきっかけでそのお店をオープンすることになったのかっていう話なんだけど、まあきっかけはね、その駅前にあったラウンジネギックっていうとこで、シオナちゃんっていうね女の子がいたよね。その子はもともと地元が一緒で、うちのグループでちょっとチャレンジしてみたいみたいなことを言ってくれて、うちの忘年会に参加してね、うわ、こんなすごい会社で働きたいですって言って来てくれた子だね。だからもう入り口からうちでチャレンジしたいって子だったから、めちゃくちゃやる気があって、まあ見た目とかもねすごい綺麗な子で可愛い子だったんだけども、その子がね、そのネギックってとこでもうダントツのナンバーワンだったよね。本当に仕事も一生懸命だし、お客さんからも人気があって、女の子とかからもねすごい慕われて人気者の女の子だったよ。でその子になんかもう一軒お店を出そうって思って、その柳川町の、エピックってとこの店舗は俺がすごいお世話になってる人の会社のお店だった。でその人がもうそこのお店を閉めると、もうお店を閉店することになったからっていう話で、俺がじゃあ俺やりたいですそこって言って、居抜きでね、ほんとめちゃくちゃ安く売ってもらったんよ。え、こんな金額みたいな感じのぐらいすごい安くね売ってもらったのがきっかけです。それでやろうってなったんだけど、その時にやっぱりさ、まあ、スナックみたいな感じだからママが必要じゃんか。まあ、キャバクラとかじゃないんでね、ママがいて、まあ、スタッフの人1人か2人ぐらい置いてやろうってことでやるってなったんだけど、誰をトップにしようと、まあ、誰をママにしてそのお店をやろうかなって考えた時に、もうシオナってこう1人しか浮かばなかった。もうシオナ一択だった。もうこの子なら絶対できると思った。それなんでかっていうと、まあ、お客さんからもめちゃくちゃ人気だった。会社にもかなり運営側の子で積極的に仕事をね受けてくれる子だったっていうのと、あとはやっぱり一番は女の子からの信頼とか人望も厚かったから、この子がママでやるって言ったら私もそこで頑張りたいって女の子もいっぱいいるだろうなと思って、その子をママでやろうってことで居抜きで買い取ってスナックをね出したんです。はい、それがこちらですわ。まあ今はクラブになったんだけどね、まあちょっと営業中だと思うんであんまり映せないかな。はい、ということで、はい、まあ、今ちょっと営業中なんで、ね、お客さんいたんでちょっと中は入れませんが、なんか気づかん、はい、つけて、もうこういうのはちゃんとすぐ気づくようになんなさいということで、まあ、僕は彼は知りません。多分新しい子だと思いますけど、まあ、ちょっと看板がついてなかったんでね、忘れちゃったのかな。でそこ、ここなんですよ、うん、ここ、まあ、ちょっと細長い作りで18坪、本当に18坪ぐらいで、まあ、家賃も坪1万円ぐらいだからね、まあ、20万弱ぐらいのお店です。で、まあ、初月から利益ももちろん出て、結構早いタイミングでオープンした費用はね取り返した記憶があるね、まあ、ということで、そんな感じでね出したお店が7店舗目。本当になんかお店を出そうと思って人を見つけたっていうより、この子だったらいけるな、もう1店舗って思って、まあ、とにかくその時はね、この陣地取りじゃないけどパイを増やしたかった時期ではあったよね、戦略的にね。やっぱりね、どん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 この新しいお店出していかないと優秀なスタッフが詰まってっちゃうよね。次こいつ店長にしてあげたいなって思ってもいるからできなかったりとか。これね、ちょっと覚えておいた方がいいんだけど、まあ、もう一個ね、でもそういうパターンの時ってリスクもあるのよ実は。
これがどういうことかというと、じゃあ今回なぜねそのエピックってお店を閉めることになったのかと、まあ何年ぐらいやったのな、 2,3 年ぐらいやった、 2,3 年ぐらいやってからそのお店を閉店して、まあ今はねそのクラブママが別にいて、そのママの管轄でクラブ糸っていう名前になって、高級ミニクラブみたいな感じにね変わったんだけども、まあそこをじゃあなんで閉めることになったかっていうと、ママがまだ若かったよ、その今のママじゃないよ、前のねその塩のママがまだ若かった、25、6だったよね。だからやっぱりね、お察しの通りですよ、結婚しましてね、結婚することになりまして、まあ、今はもう本当に子供も生まれて、旦那さんとこうに仲良くね夫婦円満に、もちろん今でも仲はいいんで、お祝い渡したりとかこうね赤ちゃん見せてくれたりとか、まあ、そういう関係なんで、まあ、仲良くしているんですけど、塩のママの妊娠がきっかけでお店を、まあ、夜はもう上がんなきゃいけないからね、そうしたら上がるってことで閉めることになりました。だからまあそこからでも早かったね、クラブに帰るの本当に数ヶ月ぐらい閉めてリニューアルしてクラブ糸に変わりましたと、まあ、これが7軒目のお店を出す経緯と、閉店してまたリニューアルして新しい店舗になる、まあ経過がこんな感じですね。まあでも今までうちがお店オープンしてどっかが潰れた店舗とかは1軒もないんで、まあそこはね変わったけど、まあ今結局新しいお店でやってますから、まあなかなか得意なんでしょう、やっぱり水商売がね、私たちは、まあ、だからそういう若い女の人をトップにしてママにするとかってなると、まあ、そういうリスクもまあ出てはきちゃうかなと思うけど、そうすると次がどこになるんだ、8店舗目がどこ、あ、三角か、本庄のお店だね。まあその時のエピソードちょっと面白いわ、三角な、ぜひ楽しみにしてください。で9軒目がマラウドで、10軒目で寿司屋で、次が11軒目キャバクラが出て、12軒目にクラブだね、またね、はい、まだそこまでは決まってますと。あとはここからまあ全国的になんか進出していけたらなって思うけど、はい、まあ、こんな感じでしたわ。なんかねこんな動画撮ってくれみたいなとかあったらぜひコメントくれたら嬉しいですよ、私も助かります。もうなんせ何を撮っていいか分かんなくなってきている私でございますから、みんなもなんかねエピソードとか、こういうきっかけでお店出しましたとかいうのがなんか面白いエピソードだったらねコメントをください、私ちゃんと読んでますから全部ね、お願いします。ということで、じゃあまたチャンネル登録と SNS のフォローしてくれたら嬉しいです。じゃあまた、バイバイ。最後のエンディングが真っ暗真っ暗だよ、暗くて、ね、見して、反対にして、反対これより暗かったよ、逆だったから、まあいいよ、ここで、まあ